カジヤマチサトは、日本の科学者。九州大学名誉教授。九州大学総長や、独立行政法人日本学生支援機構理事長を、経て、公立大学法人福岡女子大学理事長、県学長、元高分子学会会長、元国立大学協会副会長、マサチューセッツ大学卓越した、同窓会会員、マサチューセッツ大学名誉博士。 福岡県の大型市で国家公務員の子として生まれる。1956年長崎県立長崎西高等学校入学。1959年福岡県立倉手高等学校卒業。1964年九州大学工学部応用科学科卒業。1966年九州大学大学院。 工学研究科応用科学専攻修士課程修了。1969マサチューセッツ大学大学院。高分子工学科博士課程修了。PhD。同年マサチューセッツ大学博士研究院。1970年九州大学工学部助手。1975年九州大学工学部助教授。1974年九州大学工学部教授。 1975年九州大学工学博士。1998年日本液晶学会副会長。2000年九州大学大学院、工学研究院員長、学府長、学部長、公文史学会会長。2001年九州大学総長。2003年国立大学協会副会長。2006年文部科学省中央、教育審議会専門委員。 朝日ガラス財団理事、日本レオロジー学会会長、日本マテリアルズリサーチソサイティ会長なども務めた。2007年内閣府知的財産戦略本部員、九州市民大学理事長、学長、マサチューセッツ大学卓越した同窓会会員賞受賞、マサチューセッツ大学名誉博士。2008年独立行政法人日本学生、支援機構理事長、 福岡県教育力向上福岡県民運動推進会議会長2010年日産科学株式会社監査役大学評価学位授与機構国立大学教育研究評価委員会委員長2011年公立大学法人福岡女子大学理事長学長2014年日産科学株式会社取締役公益財団法人福岡県産業 科学技術振興財団理事長、2017年随法大受賞受賞、ありがとうございます。